さっちゃん。眠れねえのかね。な、何一番。あ、悪い、驚かせちまったか。ああ、いや大丈夫、一番こそ寝ないでいいの。ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど、なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん、何。さっちゃん、もしもお互い無事に戻ってこられたら、俺改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。そん時は俺の話聞いてくれるか。ちょっと何。頼む、一生のお願い、ここで使ってもいい。いいよ、分かった。じゃあお互い生きて帰らないとね。ええ、気ぃつけてね、さっちゃん。そっちも。じゃあおやすみ。ねえ、おやすみ。なんか寝れそうだわ。寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね、起こしちゃった？寒くない？大丈夫、ありがとうね、茜。うん？ずっと一緒にいてくれて。どういたしまして。茜はパレカナが好きなんだよね。そうね、私にとってとても大切な場所。じゃあ今度は私が茜を守るね。茜の大切な場所を私が守る。ラニー、私にはそれができるはずだから、もう茜も安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニ、とても嬉しい。さあもうおやすみなさい。うん、おやすみなさい。ありがとう。どこへ行くつもりだ。逃げたりしない、朝までには必ず戻る。だからお願い、私に時間をちょうだい。全部なくなっちまった。
キリュウさん。準備はできてるようだな。ハワイに行く者はこの車に乗れ。ご無事で。みんなのこと頼みます、キリュウさん。お前もな。またここで会おう、カスカ。